それでは、いよいよ。木こりのろうそく、スウェーデン当地に。火を。灯していきたいと思います。で。えー、このサイズーん。超巨大です。あっおっさて。ええー、松のすごくいい香りがしますね。 で、このスウェーデントーチ、あのー、結構ですね芯に火をつけるのが結構大変なんですよ、うん、かなり、えー、そこに力を入れて一度火がついてしまえば、えー、しっかりと火がつけばですねあのー、じわじわとートーチが、えーまあ、大きいろうそくとして、えー、本当にもうこのサイズだったら まあ、一晩ぐらい一く持つかもしれませんねうんで今回はですねえー、まあ基本は着火剤を使わないで自然のものオンリーで行こうと思ってますえー、まあ着火剤代わりになるこう杉の葉と枯れ葉とこの白樺の皮ですね これを真ん中にうまく入れて、えー、火をつけていきますやってみましょうこの中心に火を入れるっていうのがね結構難しいんですよほか、えー、にもあのスウェーデンーチをやっている動画結構ありますけどこのね真ん中に火をちゃんとねつけるっていうのが 本当に苦戦してる方多くてですねあのガスバーナーとか使ったりえ着火剤を使ったりとかかなりしてますけどねえちょっとまあ簡単ではないと思いますが基本100%自然なものでいきたいと思いますまずねこの穴が。 小さいので正直これも苦戦すると思いますね基本苦戦するでしょううん隙間も小さい果たして着火は成功するんでしょうか木こりのろうそくですからね木こりが火をつけれなかったら話になりませんよ 白樺の皮これは非常にあの着火剤としては使えますし、まあ、おなじみの杉の葉ですね。これは本当にあの天然の着火剤です。 切れ込みを入れて穴を開け真ん中に穴を開けてるだけなのでこう空気が入る穴がないんですよねどこまでちゃんとあー燃えていくかしっかりと最後までいくのかいろいろとわからないとこ多いですがチャレンジです 一発で成功です。綺麗に。切り株の中に、火が通りました。まあ、ろうそく。木こりのろうそくという、からにはですね。あんまりゴーゴー燃えてるよりは。あのー、本当にこう小さく。えー、中央を中心に。明かりが灯ってる。まあ、そんなね。 あのろうそく的な燃え方がいいんじゃないでしょうか、えー、小さな日じっくりと切り、えー、株が時間をかけて燃えていくそれをですね、えー、木こりが楽しむと夜の時間を楽しむ、まあ、そのようにできればいいですね。 ままたこの日をうまく使ってですね、えー、ちょっとお茶を飲んだりとか、えー、ちょっとマシュマロ焼いてみたりとかね楽しんでいきます。